漫画的な、孤高全だ、という理解で言えば。語りの王には消えてもらう。新たな王、それには十分な監視をつける。そういう帰結が、漫画的にか安定した絵ではある？王を認証する人々がいて、それが王を認めなければ、王は王ではないわけで。方法論、それでいくと、新しい王は何もできない。働かねば生活費も怪しい境遇ではあり、権威性も、想像以上にない、か。漫画だから。その時、語りの王は始末できない。大衆は神である、時、この微妙さにも最後には問題ない結末を与えてくれるのだろうか？一人は世界に、勝ったのか？ともかく語りの王、その作品、からは輝きがない。ガラクタの集まりのように、雑多なオブジェ。めちゃくちゃ。そんな表現が一番ふさわしいだろうか。神通力は消えた、か。現実は、闇の向こうで、何を。